はい。完全目 <laughs> ごめんなさいね。はい。カッィヨシリアでーす。<laughs> たまにはね、ちょっと、ちょっとなんか、何と言えばいいかな。ちょっと変,変にや,や,やっただけなんですけどね。はい。まあ、どうでもいいとしてですね。あのですね、なんか、レッドカーペットじゃないのこれ、日本アカデミー賞、なんかやってたみたいで、まあ、その新人俳優賞、 でですね。まあ、受賞したのが、あの、スノーマンだったかな確か、あの、メグロレーさん。メグロレーさんは、スノーマンだったかちょっと、グループだったかちょっと、だったような、だったような気がするんですけど、間違えて申し訳ないんですけど、あの、メグロレーさんに、なんか批判殺到されていて受賞したね。はい。あの、なんで俳優でもないくせに、 たかがアイドルが受賞したんだとかね。ジャニーズかよとかね。最近、あ、これもありましたね、コメントで。あのジャニー北川さんのあの件について、ねえ、なんか、あんなことがあったのになんでこいつが受賞したんだよとかね。ええ、と思いましたけどね。いや、目黒レッサー悪くもないし。 その、ジャニー北川さんが、したあの、ね、まあ、確かあの BBC の方で、このことについて、なんか変、変な、変なことをしたっていう、まあ、あのことについて、報じてたときに、まあ、あの、ジャニー北川さんがしたことは、まあ、許されないことでありますけど、だからといってですね、そのジャニーズの所属のタレントが受賞したことと、 これ何も関係ないですから。はーい。メグロレンスを責めるのはどうかなと思いますけどね。はーい。もう本当にね、こういう、こう,こういうこと言う人は本当にね、頭がちょっとおかしいんじゃないかな。悪いんじゃないかな。バカな人なんじゃないかなと思いましたね。はい。ジャニー・キタガさんがしたことと、あの、メグロレンスさんがね、新人俳優賞を受賞したことは本当に何も関係ないですからね。 はい。もう、本当に変なことを言う人いますね。はい。まあ本当にね、ジャニー北川さんがしたあのあ、あのことは、まあ本当にね、もう衝撃的っていうか、まあ、許されないっちゃ許されないですけどね。まあ日本ではまあ、テレビ、マスコミとかね、あの、大手メディアは多分報じてないと思いますね。もう忖度されてますからね。はい。まあ本当にあの、 このジャニー北川さんのしたことについてはなんかまあ、あの、ジャニーズジュニア、ニだった方とか、まあそういう人がなんか、暴露したりとかですね。そういうことがあったみたいですね。はい。まあ、あ、でも新人俳優賞ね、目黒蓮さんがすごかったっていうのもあるので、はい。まあおめでとうございます。目黒蓮さんね。目黒蓮さんってあの、あれでしたよね。あの、川口春奈さんが出ていたドラマに、 なんか耳が聞こえない役で、やっててそのおかげで、はい、新人俳優賞受賞したんだと思いますけどね。真ん中にコメントで、これ八百長じゃないかとかね。はい。言ってたかと思いましたけどね。<laughs> もう本当にね、陰謀論ですね。陰謀論じゃって言う, <laughs> う人らしき人が勝手に思い込んだかもしれませんね。そういう言ってた人はね。はい。まあ、目黒のレアさんおめでとうございます。まあ、手なわけで今回の話はですね、 あの、新人俳優賞を受賞した、メグロレンさんに批判殺到されていたことについてのね、お話でした。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。